こんにちは。夫婦のお店カウンセラーの佐々木ひろのです。私の祖母は92歳で理想的な亡くなり方をしました。80代後半まで渋谷で一人暮らしをしていた渋谷のおばあちゃま、私の実家に来て 2,3 年でパタッと倒れてそのまま亡くなりました。亡くなるまで腰もちゃんとしていて、毎日お化粧してとても綺麗なおばあちゃまでした。そのおばあちゃまのことをふと思い出したので、母に生年月日を聞いて旧姓を調べてみたら、私と同じ六白金星だったんです。六白金星はロイヤルとか身分が高いっていう意味があるんですが、うちのおばあちゃまは、昔お姫様だったそうです。土佐藩の坂本龍馬の、上司だった、上司だった人の孫で、今名前が思い出せなくってすぐ思い出すと思いますけど、孫でそこでお姫様だったんですが、明治から大正に変わるときに家族制度がなくなって、身分が高いとか低いとかそういうのがなくなった、そこの時代に生きていた人です。そういえば昔みんな平民で同じになっちゃったのよってなんか言ってたのを思い出します。おばあちゃまの傾斜も六白です。六白は、若い時幼い時に、苦労する、自立を強いられる、何か厳しいことが起きるっていうところがあるんですが、そんなことが起きたのがそうだったのかなって思います。おばあちゃまのおじいちゃまは福岡高親といって明治維新の五箇条のご正門を作った人の一人です。そんなロイヤルなおばあちゃまを持つ私ですが、各月で、お茶会をします。今度は5月26日です。1時から3時までラッキーフードのお茶会、それから私のラジオに来てくださった久保田さんという方にお話も、してもらいます。楽しく気学トークをしたいと思いますので、ぜひご参加ください。それでは今日はこの辺で、ごきげんよう。